おはようございます。2月の1日です。今から和敷まで炭焼きの今日出す日らしくて、それをちょっと見学に行ってきます。実際は9時からみたいなんで、もうスタートしてると思うんですけど、まあちょっと遅れ気味ですけど、まあいいかなっちゅう。すごく天気がなんか悪そうに見えたんですけど、和敷の方、あ、なんか雲にものすごくこう囲まれてたような気がしたり、そうでもなかった。ここなんですよね。ここから入っていくと。すいません9時に来れませんでした。おはようございます。あ、そうですか。
20時20分です、まだまだ、皆さん方は炭を、袋に詰める作業とかそういうのをされるわけですけど、まあ、ここで僕は帰ってきました、ご飯までいただきまして、それも飯盒で炊いたご飯をいただいて大変美味しかったですね。今日はこの辺にしたいと思います。どうもお世話になりました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもくださいね。